錦織圭選手の歴史的な快挙が飛び込んできました。なんと96年ぶりにオリンピックでのメダルを獲得したのです。しかもこの錦織の銅メダル獲得は、あの強敵ナダル選手を撃破してと、男子テニス界で錦織圭選手が世界のトップレベルであると証明したのです。リオデジャネイロオリンピックテニスの男子シングルス3位決定戦が行われ、第4シードの錦織圭は第3シードのラファエル・ナダルを 6-20、6-7、1-710、6-3 のフルセットで破り、1920年のアントワープオリンピックの単服で銀メダルを取った熊谷和也、日本以来となる日本勢96年ぶりの銅メダルを獲得する快挙を成し遂げた。ネットの反応を追ってみた。錦織圭選手銅メダルおめでとうございます。96年ぶりとはすごいですね。あとは卓球の男女ともに団体戦がメダルまであと一つ、頑張ってください。錦織圭銅メダルか、長かったな。めでたしめでたし、錦織圭銅メダル獲得おめでとうございます。錦織圭やっぱすごい、俺に顔似てるだけあるわ。五輪で96年ぶりのメダルの獲得、本当におめでとうございます。錦織圭選手、素晴らしい感動をありがとう。日本に笑顔をありがとう。心身ともにゆっくり休んでくださいね。錦織圭96年振り合ったよ。さすがライブは見れなかったけど速報で分かりました。決勝はどうなったのかな。マレーの相手は元世界ランク4位なんだってね。ジョコも負けるわけだ。レスリングも銀おめでとう。あとは吉田や伊調の金メダル期待だね。錦織圭君銅メダルやっぱりすごいわ。尊敬尊敬。日本人選手がオリンピックでナダルに勝って銅メダル獲得って、数年前までは意味がわからない話だよ。本当にすごいぞ錦織圭選手。錦織圭という名前がすでにかっこよくてずるい。錦織がナダル下し、銅メダルは96年ぶりナダルが格上だといえ、錦織は一戦一戦進化している。次はもう少しいい色のメダルを取りたい。4年後の東京が楽しみ。錦織圭約100年ぶりの快挙。錦織圭さんメダル取れたね。朝から元気もらった。錦織選手おめでとう。日の丸を背負ってよく頑張ってくれました。今後はさらに一回り大きくなった錦織選手の活躍を祈ります。錦織圭が銅メダル、日本のために頑張るのは楽しかった。ナダルを破り96年ぶりの快挙、リオオリンピック。少し曇りがちの空、誕生日の朝です。いつもと変わらない朝、錦織圭君の銅メダル獲得のニュース、素敵なプレゼントをもらっちゃいました。ありがとうございます。メダル獲得おめでとうございます。そして注目のツイートはこれだった。素晴らしい。メダルの色よりもナダルを破ったことが、錦織が銅、ナダル下し、日本勢96年ぶり表彰台、すごい。錦織圭選手ナダルに勝って銅メダル獲得、しかももう次の大会に出発してるって、どんだけハードなの。そう、錦織圭選手はもう次の試合に照準を合わせ新たなスタートを切っているのだ。常に進化する錦織圭選手、エアー系だけでなく精神的にも技術的にも常に先を見据えているのだ。2020年の東京五輪での活躍も注目だが、彼の戦う姿を見て次世代の選手が登場することを期待したい。ありがとう K。 松岡修造さんの大きな声が聞こえたような気がした。